ダニエル・ベネット・パルカは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、グリーンビル軍、グリーンビル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のワシントン・ナショナルズ参加所属。2010年の MLB ドラフト19巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、入団せずに、ジョージア工科大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト3巡目で、 アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、水浦オスプレイで、プロデビュー。A-9、ヒルズボロホップスでもプレーし、2球団合計で68試合に出場して打率。319本塁打、48打点、3盗塁を記録した。2014年は、A 級、サウスベンド・シルバー・ホークスでプレーし、 97試合に出場して打率。248、22本類が82打点、9盗塁を記録した。2015年は A 級バイセイディアローハイドでプレーし、129試合に出場して打率。280、29本類が90打点、24盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。 2015年11月10日にクリス・ハーマンとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。2016年は参加の AA 級チャタヌーがルックアウツとトリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスでプレーし、2球団合計で133試合に出場して打率254、34本塁が90打点、9盗塁を記録した。 オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年はルーキー級ガルフコーストリーグツインズとトリプル a 級ロチェスターでプレーし2球団合計で90試合に出場して打率274、12本塁打、44打点2盗塁を記録した。2017年11月3日にウェーバー工事を経て シカゴホワイトソックスへ移籍した。2018年は開幕を参加のトリプル A 級シャーロットナイツで迎え、4月24日にメジャー初昇格を果たした。翌25日のシアトルマリナーズ戦にて6番指名打者で先発出場してメジャーデビュー。一降メジャーに定着し、9月2日には20本塁打に到達した。 2019年11月21日にヤズマにグランダルの加入に伴って DF となり25日にマイナー契約で AAA 級シャーロットへ配属された。2020年7月29日、韓国、クボリーグのサムスンライオンズと契約。シーズン終了後に2021年保留選手名簿から外され自由契約選手となった。 2021年4月6日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。